嫌ってぐらい食べましたね。多種多様なもの、私お腹いっぱいで大満足です。はい、大変おいしゅうございましたけど、量が、今日はとにかく量がものすごかったです。お腹が破けてしまいそうです。右に同じペコリーヌのアホが大食いチャレンジしましょうとか言い始めるからよ。やるなら一人でやりなさいよ、私たちを巻き込まないでくれる？だってだってギルド単位で参加できる大食い大会は珍しくって、私たちも同じギルド美食殿の仲間なんですから、たまには共同作業がしたくって、みんなで力を合わせて困難に立ち向かう連帯感って言うんですか、仲間意識って言うんですか、そういうのを体感したかったんです。もう別に好きにすればいいけどさ、毎日毎日食べ過ぎて太っちゃいそうよ。もうじきマルジェン海岸とかでは海開きで水着のシーズンなのにさ。ぽっちゃりしてても可愛いと思いますよ、キャルちゃん。むしろもっと声太ってください。油が乗って美味しそう、ちゅるり。飢えた目でこっちを見んな、あんたの場合はシャレになんないのよ。あ、美食殿の皆さんこんばんは。皆さんはいつも仲良しですね。あれ、カリンさん何してるんですか、こんなところで。ちょっとしたバイトっていうか、役所の他の部署の手伝いに借り出されてるんですよ。最近はなぜか分かりませんけど、どこも人手不足で。それより皆さん、福引きをしません？福引き？はい、繁華街で一定以上買い物や飲食をすれば、スタンプカードにハンコが押されて、カードが1枚スタンプで埋まると福引きのガラガラが回せるんです。ああ、そういえば最近どこのお店でもそれっぽいスタンプカードにハンコを押してもらえますね。何枚かあったような。ありました、このカードを渡せば福引きができるんですか。あ、それですそれです。ひふみよ、スタンプで埋まったカードが4枚あるので4回だけ福引きができますよ。お時間あるならどうぞ運試しをしていってくださいね。おお、じゃあチャレンジしてみましょうか。私あれが欲しいです、三等賞の高級フルーツ詰め合わせ。大した景品はないわね、しけてる感じ。まあ何も当たらなくっても損はしないんだから別にいいんだけどさ。キャルさんも確か王宮勤めでしたよね、ならご存知だと思いますけど、近頃軍事費が増強された分、公的機関はどこもそのしわ寄せで資金難なんです。それでも地域を活性化するために知恵を絞っていろいろ頑張ってるんですよ。偉い、さすがカリーさん、立派な社会人、私たちも見習わなくちゃいけませんよ、キャルちゃん。なんで私に言うの、私は普通に働いてるのよ、毎日毎日食っちゃねしてるだけのあんたと違ってね。わ、私もたまにバイトとかしてます、働く気はあります。まあ実際こいつは働く必要もないんだけどね、無職というよりお姫様ってか。まあそれはともかく、もう夜も遅いし、さっさと福引きだけして帰りましょう。スタンプカードは4枚あるし、あんたも含めて1人1回ずつ挑戦できるわね。私からやるわ、ガラガラ。ん？なんか白い玉が出てきた。残念、白い玉は外れです。残念賞として飴玉をあげますね。いや残念賞よ。ほら次、あんたとコロスケやってみれば。
ペコリーヌが先にやるとバカ力で福引きのガラガラを壊しちゃいそうだしさ。なんでいちいち胸に腐ってくることを言うんですか。私はこんなにキャルちゃんを愛してるのに。やたら抱きついてくんなっつってんでしょ。暑苦しい。では私たちがお先に。これはどうすればいいのでしょう。このレバーをぐるぐるって回転させるのですよね。主様がお手本を見せてくださるのですね。では私は主様に幸運が訪れるように祈りましょう。ふれーふれー主様。あ残念、あなたも外れですね。うむ、では私が主様の仇討ちをいたします。ガラガラ。私も白い玉でございました。これ外れですよね。3連続で外れか。これ本当に景品が当たるようになってるの？ガラガラの中身確認していい？入ってるのが全部白い玉だったら承知しないわよ。あ、困ります。ガラガラのレバー以外の部分には触らないでください。大丈夫です、ちゃんと当たりも入ってます。うふーん、ひらめきました。私を強化してくれませんか。あなたに強化されると腕力とか体力とか以外もパワーアップするような気がしますから、きっと運も高まります。高級フルーツ詰め合わせが当たるかも。運なんて曖昧なもんがパワーアップするとかありえるの？まあいいけどさ、やるだけやってみたら。なんかここまで来ると一つぐらい景品が当たらないと悔しい気もするし。おお、来た来た来た、この感じ。私今最大限に強化されてますよ。ありがとうございます。いざ全ての力をこの指に結集してガラガラ。おや、何か金色の玉が出てきましたよ。おめでとうございます。大当たり。一等賞の魅惑の南国ツアーご招待券を贈呈します。3泊4日リゾート地で楽しんできてくださいね。人数は4名様まで参加 OK です。やったー、すごいじゃないペコリーヌ。いや、この場合はこいつを強化したあんたの功績。一等賞よ一等賞、南国ツアーへご招待だって。あれ、なんで不満そうなのあんた。カリンさん、これ三等賞の高級フルーツ詰め合わせと交換とかできません？何をバカなことを言ってんのよあんた、殺すぞ。フルーツよりも南国でしょ。やったー、夢みたい。クソ暑い都会を離れて南の海でバカンスよ。もちろん私たちも誘ってくれるのよね。4名様まで参加 OK って話だし。それは当然です。美食殿のみんなで行きましょうね。南国ならフルーツは自力で収穫できそうですし。釣り竿とかも持っていかなきゃ。やっぱり海といえば魚介類。あんたたまには食い物以外にも興味を持ちなさいよ。デンジャラスバカンス、渚のグルメプリンセス。魅惑の南国ツアーへ。
もう全身が筋肉痛でズキズキする。昨日は大はしゃぎしたもんね。普段は使ってない筋肉を酷使したし、海水浴が楽しくって体力の限界以上に遊びまくっちゃったわ。おまけにペコリーヌのやつが寝かせてくんないからあんまり休めなかったし、3泊4日だってのに2日目に突入した時点ですでに疲労困憊よ。魔法で体力回復しようかしら。でも昨日思ったよりもたくさん魔法を使ったからな。魔力が枯渇気味なのよね。体力も魔力も有限なのに初日に消費しすぎちゃったわ。まあなんだか心地がいい疲労感ではあるけど、気の合う仲間とワイワイ楽しむだけで一銭にもならないわけだけど、なんかすっごい幸せだわ。参りますよ、主様。はい、ではビーチボールを。おや、はい、なぜでしょう。で、おや、キャル様、おはようございます。うん、おはよう。あんたたちは元気ね。こんな朝っぱらから遊んでるの？はい、昨夜は熟睡できましたし、元気が有り余っているのでございます。今日もまた一日中海遊びができるかと思うと興奮していても立ってもいられませんでしたし、主様と二人で眠気覚ましに海辺の散歩をしていたらなんだか楽しくなってしまって、気がつけば持参していたビーチボールで遊んでおりました。なかなか愉快でございますよ。キャル様も参加されますか？遠慮しとく。私はぐったりしちゃってるのよ。もともと寝起きが悪い方だしさ、朝から派手に動き回ったら貧血を起こしてぶっ倒れちゃいそうよ。キャル様は貧弱でございますね。もっと鍛えてはいかがですか？いいのよ別に、魔法使いは体力がなくてもさ。まったくもう二人ともお肌がツヤツヤしてるじゃないの。ほんと昨夜はよく眠れたみたいね。よかったよかった。部屋割りの都合で私とペコリーヌ、コロスケとあんたが同室になったしさ。あんたらは家族みたいなもんなんだろうけど、お年頃の男女が一つ屋根の下って間違いが起こりそうで微妙に心配だったのよ。ふむ、間違いとは？ともあれキャル様は寝不足のようですね。お目目が腫れぼったいです。わあ、わかる。そうよ、なんか知らないけどペコリーヌが夜中にうなされてさ、ようやく寝つけたと思ったら起こされたのよ。勘弁してほしいわ。その後もあいつなんかやたら話しかけてきて寝かせてくれないしさ、怖い夢を見た幼児みたいにこっちの寝床に入ってこようとするから蹴落としたりして忙しかったし。よくわかりませんが、一緒に寝てあげてもよろしかったのでは？いやーよ、あいつバカ力じゃん。寝ぼけて首でも絞められたらおだぶつだわ。あれ？でもあいつが腕力すごいのって王家の装備で強化されてるからだっけ。昨夜は寝巻きだったしそんなに警戒しなくてもよかったかも。こっちも眠くってそこまで考えが至らなかったわ。王家の装備、ペコリーヌ様がいつも身につけておられる王冠のような透明なティアラや片当てなどの総称でございますね。あれのおかげでペコリーヌ様は無類の戦闘力を発揮するとか。つまり昨日はずっと水着だったのでペコリーヌ様は弱っていた可能性がございますね。水着姿で王家の装備を身につけていなかったわけですから。思い起こしてみれば昨日は動きが鈍かった上に
すぐに疲れて休んでおられたような。言動はいつも通り元気いっぱいだったので察せませんでした。ああ、そういえばそうか。王家の装備はあいつの生命線だろうに、なぜか今回の旅行では基本的に装着せずに過ごすつもりなのね。楽しい旅行だからって気抜いてるわね、あいつ。今誰かに命を狙われたりしたら大ピンチってことじゃないの。そうやすやすと命を狙われるような展開にはならないと思いますけど。いえ、気のせいかもしれませんが、今海中から異様な気配がしたような。私寝ぼけているのでしょうか。見た感じ昨日と同じ平和な海でございますよね。マルジェン海岸の特に浅瀬は魔物もめったに目撃されない安穏とした場所と聞いておりますし。気になるなら探査魔法をかけて海中を調べてみる。いえ、それには及びません。キャル様は昨日たくさん魔法を使って疲れているでしょう。今は無駄に魔法を使わずに魔力の回復に努めてくださいまし。でも魔力って基本的に寝るか食うかしないとほとんど回復しないし、朝食を食べて栄養を補給したいわ。あんたたち悪いけど私のバンガローまで行ってペコリーヌを起こしてきてくれる？私は近所を眠気覚ましがてら歩いてご飯を食べられる店とかを探してみるわ。海の家もこの時間はまだ閉まってるっぽいし、最悪町まで戻ってお店を探すしかないかもしれないけど。ああ、こんなことなら食料とか持参してくるんだったわ。豪華な食事とかが出てくる優雅なバカンスだと思い込んでたから、そういうのは用意してなくってさ。あれ？返事がないと思ったら、コロスケ？どこに行ったの？どういうこと？ちょっと目を離してる間に二人が消えちゃった。それでは本日も海の家のバイトに行ってきますね。うん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。お家のことは心配しないでね。私たちが家事とかバッチリやっとくから。お仕事頑張ってくださいね、スズメお姉ちゃん。スズメのお見送りをしてあげよう、くるみ。うん。こらこら、食事中に席を立つのは不作法よ。そうですよ、まずは朝ごはんを片付けちゃってくださいね。そんなに盛大に見送ってくれなくても、別に今生の別れってわけでもないですから。ではでは、改めて行ってきます。はーい、行ってらっしゃい、スズメお姉ちゃん。スズメ、なんだかご機嫌な感じだよね。海の家のお仕事そんなに楽しいのかな。スズメお姉ちゃん、働くのが大好きですから。それに近頃蒸し暑いですし、水場にいるだけで涼しげで気分が良さそうな気もします。スズメだけずるい。私たちも海とか行きたいね。せっかくコッコロたちの買い物のついでに私たちも水着を買ってもらったし。ダメよ、子供だけで海なんて。行くなら私が仕事ない日とかに引率するから、勝手に行かないようにね。はーい。でもママサレンっていつも働いてるから、
仕事ない日がないような。そうだよ、暇になるのを待つんじゃなくて自分から時間を作らないと永遠に海に行けないよ。あれなら私たちにできる範囲でお仕事を手伝いますから、みんなで近いうちに海に行きたいです。スズメお姉ちゃんの働きぶりも見たい。それ私も見たい。スズメってうっかり屋さんだからちゃんと働けてるかちょっと心配。ダメよ、お仕事の邪魔をしちゃ。もうママサレンはダメダメばっかり。あのっていうか、なんか表情が暗いですけど大丈夫ですか、ママサレン。やっぱりスズメお姉ちゃんがいつでも近くにいないと寂しいですよね。うん、そうなのかしらね。やっぱりなんか塞ぎ込んじゃうのよ。スズメがやけに楽しそうな分、それを見てたらいろいろ考え込んじゃって。あの子が自分から働きたいとか言い出したのも、私にメイドとして使えることに何か不満でもあったんじゃないかって。あの子だって個人的にやりたいこととかいっぱいあったはずなのに、私に付き合わせて苦労させて不自由にさせてる。あの子はまだ青春を満喫したいお年頃なのにね。そんなこと考えてたんだ、ママサレン。バッカみたい。スズメが一言でも不満だって言った？うん、大丈夫です。スズメお姉ちゃんはママサレンが大好きですよ。それはまあ信じてるけどさ、嫌だな。なんか大好きな姉妹とかがお嫁に行っちゃったような気分になってる。私もまだまだ子供ね。どうしたの、ママサレン。まずいわ。私今朝の新聞に目通してたんだけど、ほら見てよ、マルジェン海岸に異変発生、奇妙な魔物が出没中って。確かスズメのバイト先ってマルジェン海岸よね。いけない、すぐにスズメを呼び戻さないと。あの子まだ遠くまでは行ってないわよね。スズメ行っちゃダメ、海は危険でいっぱいよ。よし到着です。たまたまこっち方面に行く馬車に相乗りさせてもらって助かっちゃいました。あっという間に海辺にたどり着けましたね。渡る世間に鬼はないです。更衣室で水着になって準備万端です。店長さんはまだ来てないみたいですけど、鍵は預かってますし、開店前に先に店内のお掃除だけしちゃいましょうか。でもまだ早朝だからかもしれませんけど、やっぱり海辺には誰もいませんよね。昨日もずっと海の家は閑古鳥で、結構暇を持て余しちゃいました。お客様はたまたま海水浴に来てた美食殿の皆さんぐらいしかいませんでしたし、なんででしょうね、海水浴シーズンなのに。知らない人にあんまり水着姿を見られたくないので別にいいんですけど、お客様がいないと何もせずにお給料だけもらうみたいで気がとがめますね。今日は頑張ってお客様の呼び込みをすることにしましょう。場合によってはお昼ぐらいからすぐ近くの町まで宣伝に。おや？え？あれ？波打ち際で何かが動いてますね。なんでしょう、魔物？いえ、あれはもしかして、全身ずぶ濡れで海藻とかも絡まってるから謎の生き物に見えましたよ。びっくりしました。変な声を出さないで
んですか？そんなところでずぶ濡れで。大丈夫ですか？どうしてこんなところで倒れてるんです？はあ、海水まみれですね。私タオルを持ってるので拭いてあげます。拭き拭きって、あなたったらなんだか生傷だらけ。回復魔法もかけますね。元気になれ。聞きましたか？まだ痛むところとかあります？いえいえ、お礼など。それよりも一体何があったんですか？説明してください。私が力になりますから。私腕力ないんだから背負って運ばせないでよね。緊急事態でなければこんなサービスしてあげないんだから、感謝してよね。ほら、コロスケたちが消えたところまでたどり着いたわよ。大声を出さないでください。頭にガンガン響きます。あんた大丈夫なの？めちゃくちゃ体調が悪そうね。いつも元気なのだけが取り柄でしょ。みんなで旅行するのが楽しくてはしゃぎすぎて疲労が翌日にドカンと来たんでしょ。私も似たようなもんよ。全身が筋肉痛だから、でかい図体をしたあんたを運びたくないんだから。ほら降りて、こっからは自分で立って歩きなさいよね。文句を言いながら体調悪い私を気遣ってなるべく揺らさないように運んでくれるキャルちゃんが好きですよ。よっこいしょ。なんかフラフラします。本当に大丈夫？回復魔法かける？いえ、コッコロちゃんたちが消えちゃったんでしょ。何らかの異変が発生してる可能性があります。魔力はなるべく温存しておくべきでしょう。それはそうね。あんたの場合何か食えばケロッと回復するんだろうし。で、海の家はまだ開店してないのね。適当に何か食べ物を買おうかと思ったのに。ごめんなさい。今の私は何か食べても元気にならないと思います。言いにくいんですけど、今朝起きたら一応持参してた王家の装備が見当たらなかったんですよ。慌ててあちこち探したんですけどなくなっちゃってて。王家の装備さえあればカロリーを摂取した分強く元気になれるんですけどね。はぁ、王家の装備がなくなった？どういうことよ。もっとちゃんと管理しときなさいよ。あれは大事なあんたの生命線でしょ。でも不思議なんですよね。私は寝てる間に襲われたりしても大丈夫なように王家の装備を抱っこして寝る習慣があるんですけど、朝起きたらなぜか煙みたいに消えちゃったんです。消えちゃったんですじゃないわよ。どうすんのよ。あんたがバカみたいに強いのは王家の装備のおかげでしょ。水着しか装備してない今のあんたは役立たずの極つぶしよ。ひどい。でも割と事実だから言い返せない。しくしく。泣かないでよ。困ったわね。マジでヤバい気がするわ。私も魔力が枯渇しかけてるし、ペコリーヌの王家の装備は行方不明。どん詰まりじゃないの。打つ手がないわ。どうしよう、あいつやコロスケが消えちゃったっていうのに。おーい、美食殿の皆さん。うわー、びっくりした。あんたは、サレンディア教護院のスズメさん。海
海の家で働いてるんですよね。って、あれ？消えちゃったんじゃなかったんですか？どうしてスズメさんと一緒に？なぜか海辺で倒れてて、一応手当てとかしつつ事情を聞いたんですけど、どうもこの方とココロちゃんは巨大な魔物によって海の中に引きずり込まれたみたいなんです。こう海中から伸びてきた触手みたいなのに絡みつかれて、驚いてるうちに抵抗もできずに引きずり込まれたとか。あんたたち不意に私の目の前から消えたと思ったら、巨大な魔物。何よそれ。基本的に平和だっていうマルジェン海岸にそんなのいるの？っていうか、それならあなたはどうして無事なんですか？それに一緒に引きずり込まれたっていうコッコロちゃんは、この方が言うには、海中に引きずり込まれながらコッコロちゃんが自分の槍で触手を切断したみたいなんです。自分よりもまずこの方の安全確保を優先して、でも絡みついた触手を切断した時点で息が続かなくなって、そのまま。何よそれ。なんでそんな時まで主様優先で自分をないがしろにすんのよ。バカじゃないの、コロスケのやつ。それいつ頃の話。水中じゃ呼吸ができないし、さっさとコロスケのやつを救出しないと酸欠で死んじゃう。急いでコロスケを救出しに行きましょう。死んでさえいなければ蘇生も可能かもしれないし、私探査魔法でコロスケの位置を探る。あ、その必要はないかもしれません。この方が言うには、自分たちを引きずり込もうとした魔物が向かう先に、海底に不思議な遺跡めいたものがあったとか。推測ですが、コッコロちゃんはそこに囚われている可能性が高いです。もちろん確実ではないので、探査魔法などで正確な情報をつかむ必要がありますけど、私もある程度なら魔法を使えますので、お手伝いさせてください。コッコロちゃんはサレンディア救護院で暮らしている大事な家族の一人です。助けたいです、絶対に。あんないい子がひどい目に遭っちゃダメです。もちろん私たちも同じ気持ちです。ここは協力してコッコロちゃんを救出しましょう。当然。まったく、もう今回は平和なバカンスだと思ったのにさ、結局こうなるのね。運命を司る神様は意地悪だわ。でもまあ嘆いても仕方ないしね。コロスケを無事に助けて、魔物もやっつけて、万事解決して、全部終わった後に笑い話にできるように頑張りましょうよ。はい。私たちを例のあの力で強化してくれますか？私は王家の装備がないから弱体化してて足を引っ張っちゃうかもしれませんけど、身につけた技術は忘れません。あなたに強化してもらえれば、雑魚を蹴散らすぐらいのことはできます。いい返事。スズメだっけ。あんたは探査魔法をかけて正確なコロスケの居場所を探って、私は水中でも自在に動けるようになる魔法を全員にかける。行き先は海底にある謎の遺跡って話だしね。必要でしょ。ただ魔力が尽きかけてて長続きはしないから、短期決戦を目指すわよ。はい。念のため海の家に常備してあるダイビング用の酸素ボンベとか持ってきます。収納魔法を使えばある程度は圧縮保存して持ち歩けるはず。あんたも収納魔法が使えるのね。ああ、初日にキャルちゃんが使ってたやつですね。何もないところから浮き輪とか飲み物とかを引っ張り出してた。あれ結構高度な魔法なんだけど。ふん、あんたって見かけによらず優秀な魔法使いなんだ。いえいえ、あんまり難しい魔法は使えないんですけど、収納魔法は家事に便利なので頑張って覚えました。
メイドのたしなみです。私は魔法使いや他の何者である前にお嬢様に仕えるメイドですから。スズメ！はっ！お嬢様！噂をすればなんとやらですね。どうしてここに？私何か忘れ物でもしたでしょうか？それを届けに来てくださったとか？マルジェン海岸で異変が発生してるって新聞記事を読んだからあんたが心配で追いかけてきたのよ。危険かもしれないからアヤネやクルミは救護員に置いてきたけど。正しい判断です。お嬢様、実際今まさに危険っぽい非常事態の真っ最中です。カクカクしかじかで、私たちはコッコロちゃんを救出するために海底の遺跡へ向かうつもりです。お嬢様はどうされますか？私も同行したいところだけど、万が一に備えて軍隊や警察に連絡を入れて動いてもらうわ。私元ナイトメアでコネもあるし、増援を派遣してもらいつつ、誰もマルジェン海岸に近づかないように徹底してもらう。そういうのちゃんとしとかないと二次被害が増えるわ。それが済んだらあんたたちを追いかけるし、場合によってはすぐに援護しに行くから。何かあったら遠慮せずに通信魔法とかで連絡して。さあさあ、事態は一刻を争うみたいだし、大急ぎで動くわよ。はい、お嬢様。ふーん、やっぱり非常時には頼りになります。あんたが使えるに足りるって思ってくれるご主人様でいられるように勤めてるだけよ。はい、おしゃべりはそこまでよ。さっさと準備を済ませて迅速に動きましょう。全員を空気の被膜で覆った後、風の魔法で推進力を生んで水中を高速移動するから、あっという間に海底の遺跡、つまり敵のところまでたどり着けると思うわ。いきなり戦闘になるかもしれないし、気合を入れなさいよね。すぐに行くわよ、コロスケ。どうか無事でいて。雑魚は片付けたわよ。さっさと進みましょう。お疲れ様です、キャルちゃん。大活躍ですね。でも大丈夫ですか？顔が髪みたいに真っ白ですよ。大丈夫なわけがないでしょ。今はまだなんとかなってるけど、この調子だと遠からず魔力が枯渇するわ。死ぬか気絶するか、少なくとも戦力にはならなくなる。だから湧いてくる魔物は極力無視して、コロスケの発見と救助を優先しましょう。なんかこの海底遺跡迷路みたいになってるっぽいけど。とりあえず道案内はスズメってやつに任せるわ。私は出現する魔物の対応に専念する。はい、先導はお任せください。探査魔法をかけてコッコロちゃんの居場所と遺跡の内部構造なんかを解析し続けてます。だいぶ複雑な迷路みたいですけど、順路などが把握できれば迷いません。最短コースでコッコロちゃんの元までたどり着けると思います。罠なども探査魔法によってあらかじめ場所を確かめているので避けられます。でも出現する魔物なんかは皆さんに取り除いてもらう必要がありますよ。
私は探査魔法だけで手一杯なので、皆さんだけが頼りです。皆さんってか主に私よね。いつもなら魔物の群れの中にペコリーノを放り込んどけば勝手に片付けてくれるのに。ごめんなさい、私今回は足手まといですね。そうね、この役立たずが。うろちょろされても目障りだし、せめて怪我とかしないように引っ込んでなさいよ。キャルちゃんがいつにも増してトゲトゲしい。こちらを気遣う余裕もない感じですね。ほんと、せめて邪魔にならないように下がっていましょう。一歩下がったこの位置って、いつものあなたの定位置ですよね。あなたはいつも戦う私たちを後ろの方からやきもきしながら眺めてたんですよね。この無力感と疎外感をあなたはいつも感じてたんですね。あ、ごめんなさい、じっと見ちゃって。なんだか共感してしんみりしちゃいました。大事な人たちが危険にさらされてるのに何もできないのは歯がゆいですね。はい、ふふふ、今日はいろんな意味であなたを近くに感じちゃいますね。おーい、ちちくり合ってないでこっちに来なさい。あ、どうしました、キャルちゃん。見なさいよ、私たちが向かってる先、奥の方に巨大な扉があるでしょ。あの扉の奥は大空洞になってて、そこにコロスケのやつがいるみたい。はい、まだ生命反応もあります。生きてますよ、コッコロちゃん。早く助けてあげたいです。うん、でもこの扉かなり厄介な代物らしくてね、何らかの魔法で解錠して開けるっぽいんだけど、その方法がよくわかんないのよね。そうなんです、いろいろ調べたんですけど、いまいち扉に施された魔術回路が解析できなくて、何らかの手段で解析などができないように保護されてるみたいです。どうする、まだコロスケは生きてるとはいえどういう状況に置かれてるかわかんないし、こんなところで足踏みしてらんないから、一刻も早く扉の奥へ突入して助け出したいんだけど、あんたが強化してくれたら強引に扉をぶち破ることも可能かもしれないわ。破壊魔法とかを乱打して無理やり扉に穴を開けて突入するっていう、他に方法がないならそうすべきだとは思うけど、あんたたち他にこの扉を開ける方法とか思いつかない？スマートに扉を開けられるならそれが一番だしさ。どうしましょう。オッケー、乱暴な方法で行くのね。じゃあ私を最大限に強化してよ。頑張って勉強して努力して覚えた強力な破壊魔法をどっさり大盤振る舞いしてやるわ。キャルさんだけを集中して強化してください。ペコリーヌさんは弱体化してるみたいですし、私は攻撃魔法はあんまり得意ではないので、あなたの仲間を強化する能力をキャルさんだけに集中させて、キャルさんが持てる力の全部を振り絞って破壊魔法を叩き込むという作戦です。それが多分今の私たちに出せる最大出力ですよ。それ採用。私の負担が尋常じゃなくなるけど、シノゴの言ってらんないしね。さあ私を全力で強化しなさい。こんな程度の障害は私が華麗に突破してやるわ。よーし、きたきたきた。あんたの力が染みてくる。全身の細胞が暴れ出しちゃってる。これならいける。私の邪魔をするものは全部吹き飛ばしてやるわ。おりゃー。よし、でっかい穴が開いたわ。突入するわよ。そうね、
扉を開けるために魔力とかを使い切って力尽きたら本末転倒だし、普通に労力をかけずに扉を開けられるならそれが最善だわ。でもどうやってこんな扉を。ねえねえ、あっちの空間にため池みたいなのがあるの見えます？あの水底にレバーっぽいものが設置されてますよね。え？そこそこ距離があるのによく見えるわね、ペコリーヌ。視力はいい方なんです。ともあれ、扉とレバーに同じ色の宝玉みたいなのがはまってますし、あのレバーを押すなり引くなりすれば扉が開くみたいな感じなのでは。ああ、その可能性はあるわね。そういう仕掛けってなぜかあちこちの遺跡に散見するのよ。生活する上では不便でしかないパズル的な謎のギミックがさ。こういう遺跡って生活の場ではなかったのでは？お墓とか宝物庫みたいなものだったんでしょう、多分。それよりもあのレバー、私が動かしてきてもいいですか？ここまであんまり役に立てなかったので、その分働きたいです。うん、そうね。レバーは水中にあるっぽいし、私泳ぎには自信ないからあんたに任せるわ。でも気をつけなさいよ、水中にも魔物がいるかもしれないし。はい、じゃあ行ってきます。1、2、3、ドボーン。よし、思ったよりも澄んだ水です。周りがよく見えますね。レバーはこっちでしたっけ？あ、発見。このレバーを引けばいいんでしょうか？なんなん。王家の装備がないから腕力もなくなってますね。重くてレバーが動かせない。でもコッコロちゃんが大ピンチなんです。ここで根性を見せなくていつ見せますか？いつも幸せな時間をくれる美食殿のみんなのために。ファイト！私、息の続く限りレバーを引きます。あ、やった！扉が開いていくわよ。やっぱりレバーを動かすのが正解だったんだわ。お手柄よ、ペコリーヌ。さっさと水から上がってきなさい。扉の向こうへ突入するわよ。はい、急ぎましょう。コッコロちゃんの生命反応がどんどん弱まってます。おらー、コロスケ、助けに来たわよ。まだ生きてるなら返事して。これ、どこ、ここ。さっきまで海底の遺跡にいたのに、なんで急に屋外に。扉に転送魔法でも仕掛けられてて、他の場所に瞬間移動しちゃったんでしょうか。でも振り返れば、さっきまで私たちがいた海底の遺跡が見えますね。おかしな感じね。異なる空間が継ぎはぎされてる。こんな現象聞いたことないわ。一体何なのよ今回は。何もかも意味わかんない。落ち着いてください、キャルちゃん。何はさておき、コッコロちゃんを探さないと。そうね。さっさとあいつを助け出せば、こんな得体の知れない場所からはおさらばできるわ。考えたり調べたりするのは後回しでいいのよ。あ、探査魔法に反応がありました。コッコロちゃんは多分向こうの方、水平線の方にいます。え、どんどん近づいてきて。水中から何か出てきた。かなりの大物よ。何あれ、見たことない魔物だわ。大きくて強そう。あの魔物が生やしてる触手みたいなのにコッコロちゃんが絡まってますよ。うわ、ほんとね。コロスケ、
皆さん、助けに来てくださったのですね。よかった。怖かったです。私、急に皆底に引きずり込まれて、このまま魔物の餌になってしまうものと悲観しておりました。餌になんかさせるもんか。私たちは美食で基本的に食べるがわよ。今助けるからね、コロスケ。危ない。魔物がやたらめったら触手で殴りかかってきましたよ。やばいですね。かなりの威力っぽいです。砂浜が大きくえぐれてる。あんなの直撃したらぺっちゃんこになっちゃいますよ。お助けください。ああ、スズメさん、触手が足に絡みついて。思いっきりぶん殴るだけじゃなくて、結構繊細な動きもできるっぽいですね。のんきに感心してる場合か。あんたの剣で触手を切って、スズメってやつを助け出して。海に引きずり込まれたら酸欠でアウトよ。やだやだやだ、私にも触手が。こら、見てないで助けなさいよ。ぬるぬるしてる。気持ち悪い、気持ち悪い。うわー、大変なことになっちゃってますね。おっとっと、今度は私が狙われてます。怖い怖い怖い、触手怖い。いつも魚介類を食べている仕返しでしょうか。ごめんなさいごめんなさい。でも美味しいんですもん、お魚とか。全て美味しくいただきますので堪忍してください。あ、いけません。皆様が大ピンチでございます。なんとかしないと。幸い、なぜか私の槍は奪われていないようでございます。触手に絡みつかれて、あまり身動きが取れませんけど、どうにか戒めから脱出してこの魔物を仕留めて皆様を助けないと。皆様は多分私を救出しに来てくださったのですよね。お優しい方々ですから。そんな皆様が深刻な怪我でもしたら申し訳がありません。なんとか動いて槍を魔物の急所に突き刺しましょう。わあ、無茶ですよコッコロちゃん。うかつな動きをしたら魔物が機嫌を損ねてコッコロちゃんに危害を加えるかも。この触手かなりのパワーがあるみたいですし、最悪の場合コッコロちゃんが腕とか足とか引きちぎられて八つ裂きにされちゃいます。どうしましょう。ああ、私に何かできることは。私の役立たず、王家の装備がないと何もできないんでしょうか。こんな、いつまで私の体をもてあそんでんのよ、魚介類のくせに。敵に人質に取られてる形です。間違ってコッコロちゃんに当たりでもしたら。そうね、ごめん、頭に血が上ってたわ。コロスケ、怪我はない？はい、私は無事でございます。キャ魔物の表面が焦げて美味しそうな匂いがいたします。うむ、王家の装備さえあればペコリーヌ様がこのような魔物など丸ごと美味しく召し上がってくださるのでしょうけど。お、コッコロちゃん、右手のあたりを見てください。焦げて剥離した魔物の皮下脂肪の奥にキラキラ輝くものがありますよね。それ私のティアラです。王家の装備の一部。え、あ、確かにこれは透明で美しいペコリーヌ様のティアラ。なぜ
このような場所に。わかんないですけど、それを取って私の方に投げてください。ティアラだけでも装備できれば私も戦います。はい、ペコリーヌ様が本来の力を一部でも取り戻せば、このような魔物などはどうとでもなりますよね。私信じております。手を伸ばせばどうにか届くかもしれません。ぎゅっ、急に触手の締め付けが強く。コッコロちゃん、ああ大変、あのままじゃ死んじゃいます。ん、何か言いたげですね。この状況をどうにかする妙案でも思いついたんですか。はい、わかりました。なんかいつになく強気ですね。ううん、あなたはもともとこういう子だったような気がします。みんなのために最善を尽くして作戦を練り上げて最適な指示をしてくれるような。なんでそんな感じがするんでしょう。よくわかんないですけど、かつてなく生き生きしてますね。かっこいいですよ。信じて身を委ねてみます。私たちの命運をあなたに託しますね。え、何よ、言いたいことでもあるわけ。この状況をどうにかする秘策でも思いついたなら乗ってやるから何でも言いなさいよ。大丈夫ですか？本当に信じてもいいんですよね？魔法？ああ、海底の遺跡まで移動するときに使ったやつね。ペコリーヌを魔法で作った空気の被膜で覆って推進力を与えて高速移動させるってわけ。今触手に絡みつかれてないのはペコリーヌだけだもんね。自由に動けるのは。そんなペコリーヌを魔法で敵のところまで送ってやればいいってこと？まあいいわ、私は魔力ほとんど残ってないんだけど、最後の力を振り絞ってやるわ。感謝しなさいよね。行くわよペコリーヌ、あとはあんたに任せたから。はい。でも敵のところまで送り届けてもらっても、そこから何をどうしたらいいんでしょう。私、王家の装備がないとほぼ無力ですよ。あ、そうですね、それが狙いですか。じゃあキャルちゃん、私をティアラが露出してるところに向かって飛ばしてください。うん、舌を噛まないように気をつけなさいよ。いっけー。水中を移動するための魔法だから、空中だと魔術式を再構築しながらになって制御が難しいわね。でもそんぐらいできなきゃギャル様じゃないわ。右に左に揺れまくりです。怖い怖い怖い。ギャルちゃん、もっと丁寧にお願いします。やってるわよ、これ以上なく丁寧にね。それより気をつけなさい、魔物があんたの動きを放置するわけがないわ。迎撃してくる。はい、それが私の役目ですね。動かないでください、ペコリーヌさん。群がってくる触手なんかは私がなぎ払うなり防ぐなりしますから。へえ、どじらずに成功して。わめいてないで、やるべきことをきっちりやりなさい。あ、やば、魔物が暴れてる。ティアラが落っこちそう。どうしましょう。手を伸ばして落ちる前にティアラを。ああ無理、微妙に届かなさそうです。はい、主様、司祭に命じてくださらなくても
私は主様のお望みをつぶさに理解できます。はあ、集中して主様のご命令を完璧に遂行しましょう。陛下が言ってた通り、こいつって大したやつなのかしら。キャルちゃん、そろそろ魔法を解除してください。あとは頼んだわよ、ペコリーヌ。はい。やコリーヌ様にお任せしますね。はい、メインディッシュをいただいちゃいます。たくさん食べてエネルギーを補給して魔物をやっつけちゃいます。普通にこのぐらいの量なら頭のてっぺんから触手の先まで食べきれちゃうかも。巨大な魔物なので食べても食べてもごちそうがなくなりませんね。全部丸ごと私の胃袋に収めちゃいますよ。もぐもぐもぐ、まーい。生き返ります。やっぱり美味しいものを食べてこその美食で、お腹ペコペコのペコリーヌちゃんですね。魔物に同情するわ。生きたまま貪り食われることになるなんてさ。でもまあ、弱肉強食が大自然の掟よね。はい、かわいそうでございますが適者生存でしょう。ペコリーヌ様、私たちが食べる分は残してくださいまし。魔物を倒し腹ごしらえをしてから安全に脱出し楽しい海水浴の続きをいたしましょう。串に刺して焼いていきますので皆さん好きにつまんでください。お値段はなんとびっくり無料ですので通りかかった方も遠慮せずにどうぞ。あ、飲み物は別料金になっております。いやー大盛況だ。こりゃ忙しくなってきたぞ。誰なのこのおっさん、急に出てきて仕切り始めたけど。私が短期バイトをしてる海の家の店長さんです。ああ、スズメ様は海の家で働いているのでしたね。お仕事お疲れ様です。いえいえ、皆さんこそ大冒険して疲れてるでしょうし、のんびり休みがてらたくさん食べて栄養補給してくださいね。どうかたっぷり召し上がれ。私は料理あんまり得意じゃないですけど、串に刺して焼くだけなら失敗しようがありませんよね。ふわっ、ふわっ、気をつけてくださいね。火に当ててる金網や鉄板に頭から突っ込んだら大惨事ですよ。大怪我しちゃいます。
みません、私も魔力や体力を消費しすぎたみたいです。フラフラします。あんまり動き回らずにいた方がいいですね。せっかくみんな無事でめでたしめでたしで終われるんですから、最後にドジって転んで大怪我とかしたら最悪です。苦労が全部水の泡って感じになっちゃいますよね。うん、スズメちゃんは休んでて、っていうか家族の方が来てるみたいだし一緒に遊んできてもいいよ。家族？はあ、お嬢様たち。スズメー、こっちにおいでよ、一緒に遊ぼう。スズメお姉ちゃん、見てください、綺麗な貝殻を拾ったんです。足がつく浅瀬だから溺れはしないだろうけど、みんな怪我だけはしないようにね。スズメ、仕事の手が空いたらあんたも一緒に海水浴しましょ。せっかく可愛い水着姿なのに海に入らなかったらもったいないわ。うんうん、サレンディア救護員のみんなで、うんうん、家族みんなで海水浴を楽しもうよ。ほれほれ、ポキチも泳ぐ。もうやめてくれ、濡れたらカビちまうかも。スズメのお嬢ちゃん、俺に防水魔法をかけてくれよ。チャップチャップ。海の中には綺麗なものがいっぱい。わあ、楽しそう。サレンディア救護員のみんなで海水浴に来たんですね。うん、あんたの働きぶりを冷やかしがてらね。夏だしさ、この子たちも海遊びをしたがってたし。でもやっぱりあんたがいないと寂しいわ。こっちにおいで、一緒に遊びましょ。お嬢様ったら珍しく年相応にはしゃいでますね。でも私は一応まだ勤務時間内なんですけど、いいんでしょうか。うん、ここは僕に任せて、行っておいで。海底遺跡の魔物が退治されて安全が確保されたおかげで客足が増えてきたし、この調子なら赤字も回避できる。うちの一家も首をくくらなくて済みそうだよ。全部君たちのおかげだ、本当にありがとう。君たちは僕の、うんうん、マルジェン海岸の救世主だよ。どういたしまして。いろいろあったけど結果オーライって感じですね。倒した魔物を食材として持ち帰って刻んでみたら、そのお腹の中からティアラ以外の王家の装備も無事に出てきましたし、大事なものなので海の木図とかにならなくてよかったです。あれ？ねえ、今焼いてるバーベキューの串に刺さってるのってもしかして魔物の肉なの？私たちが倒したあの触手をいっぱい生やしたやつ？はい、あと海底の遺跡を探索してる時に遭遇して倒したザコの魔物とかも、放置して腐らせるのももったいないので食べちゃおって。無益な殺生はせずに倒した魔物はきっちり食べる、それが美食殿の流儀です。そういうことは早く言いなさいよ。あー、飲み込んじゃった、あのキモい魔物の肉を。吐かなくてもよろしいでしょ、なかなかの美味でございますよ。ちゃんと下処理もしましたし、魔法で解析して毒などもないと判明した安全なお肉です。はい、どうぞ、主様も召し上がれ。あ、焼きたてなのでお熱いですよね。ふうふうしましょう。ふうふう。くっそー、またゲテモノを食わされた。いつも言ってるでしょ、魔物を食べるのって生理的に嫌なのよ。無理無理、気持ち悪くなってきた。
ちゃんと食べておいた方がいいですよ、キャルさんも。高位の魔物は大量のエネルギーを保有してますから、ちょうどよく消耗した魔力を補填できると思います。あんたカーリン、ねえ、あんた何か知ってるでしょ。今回の旅行はどう考えてもおかしかったわ。海水浴シーズンなのに、あたしら以外は海辺に誰もいなかったしさ。危険な魔物が出没してるから遊泳禁止になってたって聞いたわよ。そんなところに招待しやがって。おかげで散々ひどい目にあったじゃないの。あんたの仕込みでしょ全部。あたしらを修羅場に放り込んで問題を解決させようとしたんだわ。絶対にそうよ。前にも似たようなことがあったし。ご想像にお任せします。でも私たちギルド管理協会としても、益のある活動もせずに支給されたお金で飲み食いするだけのギルドをそのまま放置するわけにもいかなくて、たまには働いてもらわないとなんて思ってはいます。まあ今回はこちらの想定以上に危険な事態になってしまって、そこは反省していますけどね。見事マルジェン海岸の異変を解決した報酬として、しばらくは美食殿を今まで通り公認ギルドと認め、助成金も支払いましょう。おまけにいろいろ特典も差し上げますよ。本来の魅惑の南国ツアーの開催地である本物のリゾート地への無料招待券とか。うわ、やっぱり本来は魅惑の南国ツアーの開催場所ってマルジェン海岸じゃなかったのね。あからさまに地元だからおかしいと思ったのよ。それとペコリーヌさんにはこちらもプレゼントしますね。え、何でしょうこれは。私がつけてる髪飾りと同じやつですね。はい、製品としては同じものですけど、特別な心霊の加護を付与してあります。これをつけていれば全ての能力が強化されるはずです。水着のままでもそこそこ戦えるようになるはずですよ。今回は王家の装備でしたっけ、それが行方不明になってかなり苦労されたと聞いたので、また同じような事態になったら困るかと思いまして、水着姿でもそれなりに戦えるようになればと考えた結果です。今回頑張ってくださったご褒美ですよ。助かります。本当に今回はみんなの足を引っ張ってばかりで心苦しかったんですよ。災難でしたね。あの海底の遺跡の魔物は配下の魔物などを使って貴金属や人間など価値のあるものを集めて体内に取り込む性質があったようなんです。王家の装備が盗まれたり、コッコロちゃんがさらわれたりしたのもそのせいでしょうね。近辺を通る船舶なども襲われて漁獲量が激減したりもしましたし、本当大災害って感じでした。魔物とは人類にあだなす生き物の総称であるっていう辞書の定義を改めて思い出しちゃいましたよ。近頃あちこちで魔物が活性化してるみたいですし、またいずれ人類社会に多大な被害が及ぶような災禍が訪れるかもしれません。その時は今回のようにまた皆さんに解決をお願いするかもしれませんので、その際にはどうかよろしくお願いしますね。ちょっと待ちなさいよ、今回って言った？カーリーン、また私たちに同じようなことをさせるつもりなわけ？それは皆さんの今後の活動次第です。日頃から勤勉に活動している真面目なギルドには私どももそんなに無茶ぶりはしませんから。ではでは、私は通常業務もありますので失礼しますね。うわ、こら待て、逃げるな。ちくしょう、次に会った時には容赦しないからね、クソメガネ。まあまあ、カリンさんも多分ギルド管理協会のお仕事として仕方なくやってるだけですよ。それにみんな無事だったんだからいいじゃないですか。そんなのは結果論よ。あー、もうむしゃくしゃする、やけ食いしてやるわ。
魔物以外の魚とかもじゃんじゃん焼いて。は、はい、喜んで。実際終わりよければ全てよしでございます。皆様、改めて助けていただいてありがとうございます。こうしてまた皆様と食卓を囲めることが私にとっては最上の喜びです。はい、無事でよかったです、コッコラちゃん。そうですよ、そもそもコッコロちゃんはこの人を逃がすために自分を犠牲にするような形でさらわれたみたいですけど、そんなことをしてもこの人は喜ばないと思います。もっと自分を大切にしてくださいね、コッコロちゃん。みんなあなたのことが大事で大好きなんですから。はい、誠に申し訳ありません、皆様。お説教みたいになっちゃいましたね。まあ何もかも結果オーライということで、じゃんじゃん食べて飲んで楽しみましょう。夏なんですから、せっかくの海なんですから、暗い顔をしてたらもったいないですよね。主様のために。お供しますね。よくもコッコロちゃんを許しませんよ。海の木図にしてやるから覚悟しなさい。サポートはお任せください。コッコロちゃんは大切な家族です。絶対に助けてみせます。手当てします。ご飯、ご飯、畳みかけるよ。こうして。手加減、苦手なのよね。皆様のおかげで五体満足でございます。ご迷惑をおかけいたしました。コロスケ、よく戻ったわね。まったく心配かけて。ん？なんか奥にも道が続いてるわね。おお、これはまだ見ぬ海の幸の気配だ。コッコロちゃんも無事でしたし、探検してみましょう。待ちなさいよ。なんだか急に暗くなったような。大丈夫なんですか、こんなに進んで。美食に危険はつきものですよ。道はまだまだ続いているみたいですし、行ってみましょう。
ノリノリで行くさ。正義のために。やっぱりすごい迫力ですね。お寿司にしたら何貫分でしょう。寿司館さんはやめなさいよ。まあでもここまで来たらやるしかないわよね。はい、私も今度こそは主様をお守りいたします。集中さ、暴れるぜ。まだやれない。受けてみろ。打ち込むさ。私の全力です。エンチャントアロー。よく燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイトと鋭く。世界が平和になるまで頑張るさ。風の加護を我らに。やってやるぜ。なんだかすごく怒ってらっしゃいます。一段と迫力が。もしかして散々仲間を痛めつけたから怒ってるのかしら。これは気を抜けない戦いになりそうだわ。はい、頑張って倒して美味しくいただいちゃいましょう。結局食べるの。金と言うなしろよ。負けられないんだ。いただきな。さあ食らいやがれ。いくさ。救急犬ナックルアロー。金と言うなら攻めていきましょう。悪く思うな。燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。ここが勝負どころにゃ。引っ掛け回してやるにゃ。よくやったね、食らうがいい。この手で守る。インフェルノシールド。いくさ。救急犬ナックルアロー。風の精霊よ、大気の加護を。覚悟しろよ。猫の手も貸してあげるにゃ。よっ、燃えてきたぜ。ぶっ飛べ。ウルフェンファイト。その手で暴れるぜ。いただきな。ここが勝負どころにゃ。引っかき回してやるにゃ。行くさ。救急犬ナックルアロー。大したことね。あと一息だ。にゃのに。そんなバカな。出陣だな。私も戦います。この手で守る。インフェルノシールド。すごいね。打ち込むさ。私に任せて。みんなを
癒して。プリンプリン、プリンにしてやるの。一気にいくさ。そりゃ受けてみろ。おやつの時間なの。いくさ。キズキュウケンナックルアロー。やっ、舐めてやるな。この鎧は伊達ではないぞ。立派でございます。さすがは主様。褒めすぎよコロスケ。まあ確かによくやったとは思うけどね。なんだかんだ言ってキャルちゃんも褒めてるじゃないですか。素直じゃないですね。よし、この調子でどんどん行っちゃいましょう。今の主様でしたら怖いものなしでございますね。1、2、3、4。主様、海に入る前に準備体操をしましょう。潮風が心地よいですね。こうして主様と共に夏を過ごすことができ、私は本当に幸せでございます。来年も再来年もずっとずっと主様とこうして海を眺めたいです。主様、これからもどうぞ末永くよろしくお願いいたします。イベントが開催されています。共に参りましょう主様。